最適な3つのアイテム。三種の神器、天矢太刀王で使われる天矢は、マイヤタンボステンのヘッドに大きなフックがついた特徴的な形状。明宝化学工業から、太刀王天矢の収納に最適な3つのアイテムを紹介。1、太刀王天矢ケース L。院内に専用の仕切りがあり、ヘッドとフック部分がすっぽりと洗うことで綺麗に収納可能。持ち運び時に天矢同士干渉せず、傷ついたり塗装が剥れてしまうことがない。30号から50号の太刀王天矢を8個収納可能。インナーストッカー DM20S。 バケットマウスやランガンシステムボックスのインナーケースとして登場。シリーズの中でもマスのサイズが大きく、太刀王天矢に切ったりヘッドを上にできるので、カラーの視認性もバッチリ、カラーローテーションも素早く行うことが可能。3、ストッカー DM3010D。 バケットマウスのホルダー部分にセットできる外付けストッカー。シリーズ内でリッドつく厚みのあるタイプが天矢収納にバッチリ、強行中のローテーションにもいい。このまま収納も OK。 これからさらに盛り上がっていく天矢たちを、バケットマウスやランガンシステムボックスを愛用しているアングラーはぜひチェックしてみて。